コースか普通にアラカルトか、うん、ではアラカルトかな、アラカルト。いやー迷ったね。そうよね、迷いますね。よろしくお願いします。ぬっけさん、僕ピジョン食べたい。あ、いいね、ピジョン。あ、いいですね、はい、ちょっとメヒカリのフリット食いたい。あ、メヒカリ、はい、全部いっちゃいそう。いや、そうなんですよ、だから歯止めきかなくなる。歯止めきかなくなりますから、まあ、選んでください。とりあえずは先にメインだよ。困ってきたらコースっすよ、これ。はい、そう、はい、やっぱりクリームメインを一つ決まったら、ひらめと、ひらめと、いや、もう一個いける。渋いな、ほんとだ。一生決まんないっすよ。納豆1パックしか食ってないから、ほんと超早い。それ入ってるんですか、今。はい、一番下にパプリカのナス、一目になっている前に、一回アソリでご用意しています。これはね、白ワインだな。はい、濃厚だけど軽いわ。あれは俺たちなんですか。え、従業員多いっすね。これでも絶対予約が入ってるから、この仕込みの量をできてるからじゃないと。このメニューの量がすごいな。これいつでもこうできる状態です。書いてあるとちょっとバトル盛り合わせですよ。2人前ですね。ありがとうございます。レバーですね。バジドカンパールに僕ら自家製のロースハーブを作りまして、白レバーのソースはイチジクのピューレと一緒に、グラノーラはリンゴと一緒に召し上がってください。うまいっ。うまいっ。うまいっ。5本ぐらい太めいけそう。これ酒飲まないってリスペクトに値しますね。でもニッキーさんが酔ってるところあんま見たことない。血のりやすそうってことかあるし、結構ある。あ、そう。今度酔わしませんか。今度酔わしませんか。やりましょうか。でも確かにあの動画の中ではニッキーさんとんだ紳士ですよ。俺ばっかりいつもシェフはずっと高級レストランよりもこういう店がやりたかったんですか。私もずっとまあ、目の前の仕事をやってきたような感じで、エレカグループで各支店から、始めるところから、最後は本店までやらせてもらったんですけど、まあ、それをやっていく中で、結構、まあ、経験はそこそこ増えてきたので、当初は、まあ、自分がこうなった時に何をしようかなって思った時に、こういうスタイルがいいんじゃないかな。ちょっとやっぱ高級店じゃなく、もうちょっとラフに来てほしいみたいな。そうですね、やっぱり高級店、ガストロノミーっていうのはやっぱり限られた世界だなっていう感じたので、まあ、どうやってこう楽しさとか美味しさを伝えるには何がいいかなとか、上にこうやって敷居を下げて、でもこう、まあ、ちょっと来てみた時に美味しいのは楽しいなと思ってもらえたらいいなって思って。もうビストロノミーってフレンチなんですよね。フレンチの技法を使った料理っていうことは全部フレンチなんですよね。そうです、基本的にはもうやる時もフランス料理ですっていうふうに。そうですよね。若い方がね、ちょっと情熱持ってファッション持ってやっぱりこういう店やるのもすごくいいんですけど、やっぱりちょっとまた違う感じで伝えれるものもあるかなってちょっと思ったんです。いや、もう頂点を極められた方だから、もう頑張ってます。下町でね、また逆になんかかっこいいっすね。これは銀座じゃないとかいいっすね。で58度ですね、はい、牡蠣のお出汁の中で火入れてきました。はい、ありがとうございます。温かく仕上がったところ、牡蠣のお出汁に西洋わさびを香らせまして、海藻のソースからバター、馬肉ですね、馬肉と一緒に召し上がってみてください。馬肉、
美味しい。西洋わさび香りがいいですね。この小皿でもこのソースですよ。はい。メヒカリのフリット。はい。ソース少し酸味効かせたバターのソースとアンチョビ風味のソースになってます。フリットの方には少し山椒の香りをつけて。このソースもうまいな。ドーバーがヒラメを、ヒラメなんですね。ドーバーってドーバー海峡、ドーバー海峡、はい、イギリスとフランスの間。向こうのヒラメは全く違いますもん、日本とね。そうです、別物ですよね。あのうっちゃんなんちゃんがあった、ドーバー海峡横断部。なんか腕の怪我がちょっとね物語ってますよね。そうです、僕も怪我この間もしたんですけどね、転んで酔っ払って転んで一緒に住んだんですけど、これってもうメインゾーンですか。メインゾーン1、メインゾーン1、これ納豆1パックだけなんですよ。おかめ納豆1パックだけなんです。デザートデザートが嫌だからアルカルトしたっていうところもあるんですよ。デザート頼むんですか。頼んでいいですよ、俺以外。何を言ってるんですか。デザートも甘党だし。ヒラメの方は、焦がしバターのソースで、手前はソースショロンと酸味の効いた卵黄を骨幹させたソースにトマトを少し合わせたソースになります。アスパラの方は北海道から紫のアスパラをポテジオといって、少し塩水につけてほぼ生の状態でご用意いたしました。肉だねこれ、すごい。これはね、ヒラメとは思えない。日本にいたら個体も3キロ、3.5 キロぐらい。でかっ、あれですよ。うまい、皮がうまい、たまんない。これはどこ見てもないですね。すごい、ほら、パイ何やろ。カウンター結構地獄ですね。まあ、いろいろ見ちゃうからね。人のものを見ないといけないから。ああ、それはあります。人がイチャイチャしてるの見ないといけないから。ああ、ね、イチャイチャしてる。いや、その通りです。ビストロの許せないですよ、この雰囲気は。結構戦場ですよ。ソースは、鳩のお出汁をベースにしまして、生姜風味で夏のソースですね、あまり重くしないように仕上げておりました。今日付け合わせはジロールだけ、これが、手前の方に内臓のフォーマーの新鮮だったら別でソテーして緑のソースはエスカルゴバターで仕上げておりました。何かあんの。
立されちゃった。でもフレーバーとワインですグレーなんで、はい、ありがとうございます。高級フランス料理店でやられてる人がビストロやるので、これがいいですね。ちょっとカジュアルに来れる仕込みしましょう。四角のお肉で結構ボリュームがあるそうです。ここですか？大丈夫ですよ。頑張ります。デザート無理だよ。江戸時間、はい、結構夏になってきて油が減ってくる時期なんですけど、結構油ついてて納豆しか食ってないから余裕だよ、余裕だよ。なるほど、長男さんなんか持ってたけど、まあ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 、ポーションが取り仕切り後へ知らん、はい、ありがとうございます。ガチだもん。ガチだよね。エゾジカですね。赤身のロースの部分と油の部分、結構甘みのある部分になっているので、一緒に召し上がってみてください。そうすると鹿のだしの赤ワインソース、鹿の黒胡椒を効かせたフォアブラードというソースをご用意しています。最後、上からかけたソースの方は、トリュフのソースを少しクリーム足してご用意しました。油の上が甘いのよ。うまい。いい。これうまい。これうまい。油苦手なはずなのに。これデザートとかでいいんじゃないですか。甘くて。ちょっと肉挟んでるのいいね、やっぱ。バッチリやね、これ。こんなに頼む人いないですよ、改めて。ちょっと多めのコースですよ。アランカルトでこんな頼むのかなと思って何に頼んだんですか。こんなぐらい頼んだんですか。すぐ1時だったですよ。ビスクリゾートですね。サフランリゾートベースでエビの味噌で軽いビスクのソースとエビの卵1個ですね。丸だれしてるお店です。はい、バイバイ。すごい仕込み量です、ね、いつもこのぐらい仕込まれてるんですよね。ただ何が出るか分かんない。そうです、カルトだから、ね、これだけのアラカルトなんで、もう全てをある程度用意するっていう。すごいっすね。もっと食べる方いらっしゃるってことですか。そうです、4人ぐらい来るともっと食べる方が多いです、ね。そら見たことか。普通よりちょっと多いぐらいかもですね。今日はそうですね、普通ないですかね。そうぐらい。ほら見たことか。
全メニュー制覇難しいですね。いや、やめてください。やめてください。やめてください。食料サクラスじゃないと食べていないなんですかね、またかけてくださ、全部いけるっしょ今じゃあ、これ全部これ何だと思ったっけ人だと思ってない殴って生徒しようかShadow